こんにちは、メグです。こんにちは、ぼっちゃんですぼっちゃん、最近さ、なんかやっぱり梅雨が近づいてきてるからか、ぼーっとしてるから、ぼーっちゃんぼーっちゃんなんや。ジメジメしてない？まあ、これからね、だんだんね、まあ、気温も上がっていくし、ね、まあ、湿度も高くなりますから、はい、雑菌がね、繁殖しやすくなる。あーね、気をつけなきゃとか、ね、畳とかね、カーペット、はい、で目に見えないけどね、まあ、いっぱいね、カビ生えてるんですよ。カビが、嘘、見えてないだけ、あれ。でそのカビを餌にダニが繁殖するんです。ああね、うんうん、ね、で目に見えないけどね、部屋中ダニだらけ。すごい。いや、掃除機とかでさ無理無理、だってどんどん増えるんだから。だから天気のいい日はね、うん、まあ、窓を開けて、はい、ね、換気をする。ただ最近物騒だからね、気をつけて窓開けてくださいね、うんうん、そうなんですよね、だとまあエアコンね、あんまり使っちゃいけないけど、まあ、除湿すること。どうして使っちゃいけないの？体冷えるもん。あ、そっかそっか、ね、で、まあ、どうしても辛抱できない人はね、もう屋根の上でね、寝てもらったらいいと思う、もう日光浴でね、うん、殺菌、うん、それとね、うん、まあ、ダニとかカビをね、まあ、なるべく寄せつけないために、うん、ね、感謝すること、今あることにそれはどんな。いやだからありがとうってことはね、うん、これすごくエネルギー持ってるんですよ。うん、でね、まあ、雑菌の繁殖を防ぐんじゃないかなっていうことが、私実験したことあるんですけどね、2つの瓶用意するでしょ、密閉できる瓶、うん、ね、でそこにね、ご飯をちょっと入れて、うん、お水をちょっと入れて、うん、でお風呂場にね、一晩置いておくと雑菌がいっぱい入るわけですね、うんうんうん、はい、でその瓶を、まあ、密閉しまして、はい、で ありがとうっていう言葉とね、バカ野郎っていう言葉を書いた紙を両方貼るんですよ。3週間ぐらいすると色がね、変わってくるんですね。どんな色に？でありがとうって書いた方は、うん、麹カビ、繁殖するんですよ。へえ、麹だったらいいんじゃない？そうそう、ね、でバカ色って書いた方は、うん、だいたい青カビとかね。本当？うん、だから やってみたらいいと思いますね。その時ってさ、かっちゃん本当にそのお米にさ、ありがとうっていうのと、バーカバーカって、だから紙書くだけだから紙書くだけ、うん、だから意識は何も持たずに、はい、そんなさ、紙貼らなくて、だからやってみたらわかるから。ほんと、うん、だから部屋中ありがとうって入ったらね、貼っといたら、うん、雑菌の繁殖を抑えるかもしれないよね。ね、うん、麹菌だらけになるかも、ね、そうそう、それも米粒じゃないからね。でね、まあ、部屋のね、空気も変わりますしね、うん、だから接客業なんかはね、特にお客様が増えるかもしれませんね。ああ、そうですよね。私の知り合いの喫茶店で実際にやったとこあります、うん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 、3日でお客さん増えた。そう、ありがとう、リスナーの皆さん、いつもありがとう。だから要するにね、笑顔とね、うん、感謝の気持ちっていうのは空気が、まあ、和むわけですよね。そっか、そうですよね、はい、うん、で本題に戻るけどね、はい、で梅雨時は、うん、空気中の雑菌が増えて、はい、食品が、まあ、腐敗しやすくなりますよね。そうですよね。で腐って困るもの、うん、ね、冷蔵庫の中の生鮮食品、うん、食中毒の原因、うん、嫁の機嫌、はい、ね、嫁の機嫌が腐っていくと離婚の原因の一つこれは大変ですよ。それから腸内細菌の腐敗、これは血液の汚れと病気の原因、はい、で昔からね、怖いものってね、地震、雷、火事、親父って言ってたんですよ、はい、ね、今は嫁、うん、トップが嫁と答える人が多いんですねまあね、草食系の男子が増えてるっていうしね、うん、でね、あとね、まあ、以前、まあ、真面目な話ね、昔からの食品の、うん、腐敗防止の知恵ってあるんですね、うん、要するに乾燥させること、うん、乾物ありますね、はい、干物、うん、それから発酵食品、うん、ね、要するに発酵させると腐敗しなくなります、うん、納豆とかね。それからね、まあ、これ次週お話しするけど、はい、スパイス、うん、これ抗菌作用すごくあるんですよ、うん、胡椒とかかな、うん、それからと缶詰、うん、これ昔からある方法ね、はい、で今は、まあ、冷凍庫ありますから冷凍するでしょ、うん、はい、それからレトルト食品、うん、ペットボトル、うん、これ常温で腐らないですよね。そうですよね、すごい不思議だなって思う、この不思議じゃないんですよ。不思議じゃないの、うんうん、で、まあ、それで不思議してね、まあ、食中毒の予防方法として、うん、まあ、栄養学ね、めぐちゃん勉強してからよく知ってると思うけど、はい、一番、まあ、調理器具の殺菌、うん、で、まあ、洗剤とか抗菌剤、熱湯消毒、うん、乾燥、まあ、そういった方法ありますよね、うん、しっかりしましょう。であと食品の管理はレトルトの応用、うん、要するに、うん、冷めてからね、容器に入れて冷蔵庫しまうと、はい、そうそう、腐るんです。ダメなんですよね。私もこれね、学校通うようになって気づかされたの。
だから 恋が冷めるとね、気持ちも腐るからねうまいこと言うわね。でお茶はね、熱い間に瓶に詰めてキャップしちゃうんですよ。そしたら1年置いても腐りません。あ、そう。そうで、肉じゃが、カレー、スープ、シチューは、うん、熱い間に容器に詰めて密閉する、うん、で冷めてから冷蔵庫に入れたりですね、うん、密閉してからはもう別に冷まして大丈夫だよね。中が熱かったらね、うん、雑菌全部死ぬわけですよ、ね、菌が死んじゃったら、うん、ね、腐敗はしない。わ、うん、かる。うん、わかるけど、死滅する。だから熱で、ね、熱で加熱したら死ぬでしょ、うんうん、死ぬ死ぬ、ね、熱いまま密閉すると、うん、空気中から入った菌も全部死ぬわけですよ、うんうんうん、あ、そういうことか、うん、分かった。そしたら腐らない、うん、なるほどね。そして冷蔵庫に入れてね。はい、そうそう。で味噌汁はね、一晩ぐらいだったら、うん、蓋を閉めて加熱して熱くしてから火を止めて蓋を開けない、うん、朝まで腐りません、うん、夏場はダメよね、かっちゃん先生。いやだから蓋をして加熱したら大丈夫、一晩ぐらいだったら。そう、私これ腐ってたことあったけどな。それは、ね、うん、冷めてから蓋開けてるの絶対。あ、そっか、そういうことか。そうそうそう。あ、なるほどね。はい、わかりました、まあ、それとね、腸内細菌をね、まあ、活性化させる、これもね、うん、食中毒の予防になりますね。はい、ですから、まあ、何を食べてもね、うん、下痢しない人もいますけど、まあ、お腹の中腐ってたりしてそんなことないか。いやいや、丈夫な人はね、いいね、うん、でね、まあ、梅干しとね、発酵食品をしっかり食べること。はい、ね、クエン酸が胆汁に混ざると、うん、すごい殺菌力を発揮します。うーん、よくわかります。これは昔からの知恵ね。あとはだから、うん、まあ、乳酸菌とかオリゴを応用した成長剤のある、ね、サプリを使うとか、はい、もう一つの方法ですね。うん、でまあ、そういうことで、まあ、食品の管理、これからの時期ね、本当に気をつけていただきたいと思います。はい、ここで番組からプレゼントのお知らせです。ドクトルかっちゃん健康にキッス、この番組が CD になりました。毎月5名の方にプレゼントをしています。ご希望の方はキッス FM のホームページ内リクエスト&メッセージまでどしどしご応募ください。皆さんも毎日をね、ちょっとジメッとしてるかもしれませんけれども、健やかに、そして楽しく笑顔で乗り切ってくださいということで、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。